海峡大橋おすすめカクテルなんかええのんありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はスプリッツスイング、リクリクアイドの海コールストレイツ、ブックリンブレッジストレイツ、ジン、ベネディクティン、チェリーにレモンにソーダを合わせて、ほな行くで。材料4つをしっかり測って、シェイカーぶち込み氷詰め、シェイクをしまして大きめグラスに中身と氷をぶち込むね。上からソーダを容赦せんぶち込み、レモンを飾ればはい完成。すっきり甘みと酸味が爽快、すっと楽しんだらお試しを。波間に揺られておすすめカクテルなんかええのありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はオーシャングラス、意味海藻、渡辺豊創作カクテル、すっきり甘みの緑色、ライチにメロンにグレフルジュースを合わせて作るで、ほないくで。材料3つをしっかり測ってシェイカーの中にぶち込んで、氷を詰めたら準備は完了、がっつりシェイクをいたしましょう。カクテルグラスに海海注いでミンチェリ飾れば、はい完成。つづりが変われば会社がグラサン、この夏来た時お楽しを。湾岸夕日を眺めて飲みたいおすすめカクテルありますか？ほなこれどうかな。カクテル名前はベッティープリッジサンセット。名前のイメージこんな感じのデートの流れで飲みますね。梅酒にグレフルグレナデン合わせて作るで作るで、ほないくで。材料3つをしっかり測ってシェイカーの中にぶち込んで、氷を詰めたら準備は完了、がっつりシェイクをいたしましょう。足つきグラスに注いであげたらベイビーチサンセット、はい完成。カクテルカラーも夕日の色合い、海岸通りでお楽しみ。